天使の絆、モイモイとの特別な物語。絆は愛や信頼、共感などの感情によって形成されます。その絆が強くなるにつれ、深い感動や喜びを感じることができるようになります。2015年の暑い日、私たちのもとに天使がやってきた。何の気なしに立ち寄ったペットショップ、愛くるしい小動物たちがたくさんいる中、そこには天使がいた。たくさんの動物たちがいる中、私たちを気になっている唯一の問い一は、それが私たちの天使モイモイ。まるで私たちを呼んでいるかのように歩み寄ってくる姿、家に帰ろうと言っているかのように甘える仕草、ああ、一緒に帰ろうと一瞬の迷いもなく決断し、その日から上野家の仲間入りをしたモイモイ。日々過ごす中で、楽しい時はぴょんぴょん跳ねて楽しさを表現してくれて、辛い時は慰めるかのように寄り添ってくれて、甘えたい時はそっと手の下に頭を入れてくる一つ一つの仕草に私たちは癒される。私たちの天使、そして太陽、そして今年8回目の夏を一緒に迎えようとしている。ありがとう。そしてこれからもよろしく、我が家の天使。